聞いてください、はい、我々ってあの、うん、人の悩みのところに食い込みたいなと思ってるじゃないですか、うんはいはい、そこであのなんか悩みって言ってみたんですね、うん、そうしたところ、うん、あの僕のところで真っ先に上がったタイトルが、うん、人生が思うようにいかない人の特徴3つっていうのが、うん、そのサムネであったんですね、うんうんうん、こんなのを見るんだと思ってこんなのを見るんじゃないですか、まあ、でキャッチコピーですよねだとすると、うん、我々もそれを言えばいいんだと思ったんですよ、うんうんうん、なんだと思います？何だと思いますってその内容の話人生が思うようにいかない人の特徴3つ、うんうん、いかないと思い込んでるああなるほど、はいはいまあ、僕的にはそれだけですよなるほど、うん、で僕としてもあそれと、うん、いや僕として1個最後に言いたいなと思ったのは、うんはいはい、こういうのを見に来る、うん、お前だよ、うんはいはい、っていうのが3つ目だなと思ったんです、ねうん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 、もう1個考えましょうかもう1個、はい、もう1個はいまあ、要はどういうことですかどういうことですかというか僕はその動画を見てないので、はい、いまいち分かってないんですけど人生が思い通りにいかないって当たり前じゃないですか、はい、当たり前なんですよそう行くわけないんですよ、うん、だからまずそれを認めましょうじゃないですかあ出た3つ出ましたおめでとうじゃあそれ今日、はい、そのタイトルにできますよサムネに、はい、人生が思うようにいかない人の特徴3つ、うんうん、1つが、うんうまくいかないと思い込んでる人、うんうん、一つが、うん、人生思うようにいくわけがない、うん、で、うん、最後がこんな動画を見に来るお前だよが、うん人生が思うようにいかない人の特徴3つ、うんうん、雑ですかね、まあ、雑な気もしますねその説明がないですからねサムネで終わるとあでもまあそのアドラーさんも言うじゃないですか、うん、うまくいかないって言ってる人って、うんうん、うまくいかないっていうことで安心してるんですよ、ねうんうんうん、だってうまくいくわけない人生、うん、ほら言った通りじゃん、うん、言った通りになってるってことですもんね、うんうん、だからうまくいってるんですよあそう言った通りにはなってますもんねそう言った通り、はい、それを目指してるんでしょって思い通りですよねこうやっぱアドラーは厳しいですよね、うん